これはエースが約束されたウアンの物語である。2029年のプロ野球界、パリーグでは日ハムが1チームだけ大変なことになっている。豪快な負けっぷりで、ロッテ優勝よりもネット上ではしなしなになる新庄監督の方が話題になった。燃え盛る日ハムに隠れてホークスは5位に沈む。リリーフは屈指の成績でも先発陣が手薄すぎだ。誰が投げても打たれていたような印象で、規定投球回に到達した投手は一人もおらず、これは先発投手、特に即戦力をドラフトで獲得しなくては今後も B クラスが続いていくことを間違いない。そんな状況もあり、ホークスのドラフト1位はこのウアンしかいなかった。それが夏の甲子園で圧巻の投球を見せ、世代ナンバーワンと言われた山名幸輝である。最速は145キロだが、しなやかなフォームから回転数たっぷりで伸びを感じさせてくれた。甲子園を一人で投げ抜いたスタミナもあり、プロでも先発ローテに即入れそうだ。何より彼の持ち味はそのフォークの落差。高校生のレベルではバットに当てるのも厳しい。どの球団も彼を A ランクと評価しており、ホークスとしては何が何でも欲しい素材である。甲子園優勝を上ながら3球団競合で済んだ。パリーグたちが熱望する山名だったが、ここはホークスが指名権を獲得し、超大物投手が福岡にやってくる。甲斐の引退以来空きとなっていた19を与えられ、この番号をエースナンバーにすると意気込む山名。キャンプでも彼の行く先に報道陣がついていき、そのキレあるボールに注目が集まった。それにしてもフォークの落差は消えるレベル。これはプロでも無双するかもしれない。そしてスタミナもコントロールもすぐにでも一軍ローテに入れそうなほど。ちなみにこのシーズン、メジャーで4年間投げた高橋光成が NPB 復帰を発表する。成績を見てみると、日本時代よりも勝率がいい。4年間で3度の2桁勝利、さらに最終年の16勝。この世界戦では開幕から2桁連敗などという悲劇はなく、幸せそうにマウンドに立っていた。2029年もパリーグは佐々木や平、宮城と案の定な顔ぶれが活躍している。だが山名は数年後にはこのメンツに並びタイトル争いをするような投手になること間違いない。ファンからはエースが約束された男などと言われ、その期待は計り知れない。そんな山名のプロ野球人生がスタートした。1年目、まずはオープン戦で未来のエースをお試し。失投によりピンチで岡本を迎えてしまうが、ここは冷静に打ち取っていく。5回を投げてホームラン1本を打たれ自責点に。まだ実力が測りきれないので、とりあえず開幕は焦らず2軍スタートとなった。だが夏場にノリノリになり、1軍ローテに早々に登場する。高卒ルーキーとは思えない投球で勝ち星を挙げていく。1年目は9試合投げた山名は防御率 4.40 で3勝4敗とそこそこの成績だ。ただストレートは速くなくても伸びあり、さらにフォークは前評判通りの落差である。どうやら初勝利と初奪三振によって自慢のフォークが進化していた模様。まだプロのマウンドでの慣れが必要ではあったが、45回で11四球はなかなか優秀だった。ルーキーは大抵四球癖を持っているので、四球癖がない時点で山名は他の投手と一味違う。2年目、昨年の投球はそこそこ評価できるが、このシーズンもじっくりと育てるため2軍スタート。するとまたもシーズン早々に1軍へ。しかし役割は中継ぎだった。中継ぎで成長させるというのがホークス流の育成の仕方なのだろうか。だが中継ぎで圧倒して先発ローテにとは簡単にはいかなかった。
伸びある直球と落差あるフォークでブルペンでは凄みを見せてくれるものの、先発3試合を含む56試合登板で防御率 3.80、 5敗と大活躍とはいかない。入団した頃は2年目には10勝でもしているかと思っていたが、まさかのタフな中継ぎになっていた。13ホールドポイントは悪くはない数字、しかし思った感じとちょっと違った。近頃のパリーグは楽天がどんどん強くなり、一昨年、昨年とリーグ連覇していたが、3年目のこのシーズンはなんと102勝だ。憎たらしいほどに強さを見せている。特に投手陣が異次元の強さ、村上、才木、大勢と次々に大物投手を補強する。その頃を鷹の期待、山名はというと、22試合に登板したが2軍に戻されシーズン終了。防御率 3.68 というのはそこそこかもしれないが、ウィップ 1.64 はかなりひどい。追い込んでから強さを見せている山名だが、22回で14個と奪三振率は良くなかった。チームのエースは制球力、体力、変化球、全てがパーフェクトな12勝右腕の泉だ。そして緩急の鬼岩本などハイレベルな投手が揃い、期待の若手といえど簡単にはローテに入れないか。4年目、中継ぎが板についてきてしまった山名。前半戦から30試合以上に登板し、中継ぎとしては信頼を勝ち取っている。勝ちの展開も含めて38試合登板、リーグ7位の16ホールドポイントで存在感はそれなり。もともとはエース候補だったため、中継ぎに回れば豊富なスタミナで、開幕時でも物足りないくらい。ウィップは 1.24 に改善し、昨年よりも落ち着いて投げることができた。甲子園優勝、世代ナンバーワンの山名、このまま中継ぎとして野球人生を歩むのか。ちなみにパリーグは引き続き楽天が強すぎる。まだまだ覇権を握りそうだ。メジャー帰りの36歳山本由伸を補強し、楽天がまたも100勝をしていた5年目、次世代の山本由伸になるはずの期待の右腕は中継ぎで36試合に登板し、まさかの防御率5点台。球の速さがないので速さではなく質を追求したが、いとも簡単に弾き返される。打たれてメンタル的にもきついシーズンだった。ただ監督は彼の将来を思い、強引にマウンドへ送る。期待外れ。高校時代が全盛期、ネット民たちにも好き勝手言われていた。6年目、昨年の不調もあり再びの開幕2軍スタートとなってしまう。これはかなりまずいと思った山名は、何かを変えるためフォームの改造に着手した。もともと速さ重視の投手ではないので、コーチとともに腕をやや下げた山名、これがピタリとハマり球持ちが良くなった。2軍で快投を見せた彼は1軍でも絶好調だ。後半に19試合登板で回またぎもこなしたが、自責点わずか2で防御率は 0.65 をマーク。元から球質はいいので、この再度転向で何かを掴んだようだった。7年目、覚醒の山名は中継ぎとして首位を走るホークスで存在感を見せる。腕を下げた分、以前よりも出どころが見にくい。そして終盤には久しぶりの先発にも復帰。5試合だけの登板だったがアピールしていく。中継ぎ時は防御率1点台、先発になってもしっかり抑えて防御率 2.21 で4勝だった。先発に戻っても以前のような炎上は見られず、監督の信頼を勝ち取っている。変化球のキレとストレートの伸び、さらには高い基礎能力も持ち合わせている山名。ホークスが独走優勝を見せたので、キャリアで初めての日本シリーズに登板する。6回1失点のピッチングで日本一に貢献。この年は野球人生の大きな転機になりそうだ。8年目、開幕から先発に舞い戻った山名は尻上がりに調子を上げるタフさを手に入れた。そのため146回とキャリアで初の規定到達、2完封を記録して印象に残るピッチングである。防御率は 3.02 で9勝5敗。来季の目標は2桁勝利だろうか。
新川以下はかなり競っている奪三振ランキングで、山名は7位とタイトルも見えてきていた。一気に飛躍して投手タイトルと、入団時から待望されていたホークスのエースへと成長したい。ちなみにホークスのエースは31歳の森澄先輩、直球が伸びずカーブで何とかする投手だ。9年目、着実に基礎能力を上げていき、防御率 2.32 で13勝の会心の投球である。6完投5完封で174回3分の1と、先発ローテの柱として責任感を見せた。時間は予想以上にかかったが、これが入団時に多くの人々が期待をした山名の姿である。まだ投手タイトルはないものの、三振はリーグ2位の156個を奪っていた。無冠でもタフな投球が評価をされて、なんとベストナインを受賞して本人もびっくり。10年目、ロッテとの開幕戦で開幕投手を任されていた山名。開幕から見事白星をつかみ取り、いつも以上に気合十分だった。開幕投手を任されたサイドハンドは16勝と191奪三振で投手2冠を獲得する。最多勝争いのトップを走り続けていたが、なぜか6試合で中継ぎもやらされていた。23試合の先発と1年間ローテを守りながら、間にリリーフ起用という恐ろしい起用法である。9完投で183回を投げているウアンは一体どれだけタフなのだろうか。サイドから繰り出されるフォークは消えると言われ、全く疲れを見せずイニング以上の三振を奪っていった。10年かかってしまったが、あの甲子園優勝投手は MVP 沢村賞でようやく球界の頂点に立つ。11年目、カーブで全てを解決する森澄先輩とともに、山名は投手2冠でホークス優勝の立役者となる。リーグトップの193回を投げて防御率は 1.82、 ランナーを背負っても彼は全く動じない。高い制球力を武器に、ウィップは 0.9 だったので、そもそもピンチを作ることが少なかった。ストレートは伸びてフォークは消える。得点圏被打率が1割1分8厘だった彼を敵は打ちあぐねた。クオリティスタート率もリーグトップの 91%、 リーグどころか NPB で最強のピッチャーである。その後の日本シリーズでは第3戦で先発を任される。対する広島は元メジャーリーガー助っ人トリオがクリーンナップに座り、山名に襲いかかった。少しでも甘く入れば一撃を食らう強力打線相手に、山名は細心の注意を払っていく。特に二冠王のホドキンソンは怖かったが、消えるフォークで完全に攻略。クリーンアップさえ抑え込めれば広島の攻撃力を封じられる。8回途中までゼロに抑えて降板。山名の完璧なピッチングで貴重な1勝をもぎ取った。チームは残念ながら日本一を逃すが、助っ人たちは口を揃えて山名はメジャーでも通用すると語ったとか。日本シリーズ終了後、山名にとって2度目となる MVP 受賞が発表された。気がつくと30歳を迎えていた12年目。だがこの男の勢いは全く止まらない。防御率 2.05、 16勝193奪三振で投手三冠を受賞している。さらに2度目の沢村賞に3度目の MVP。 もう NPB のエースたちの中でも頭一つ抜けている。中継ぎという下積み時代に打たれまくり、フォームを変えなければこうはならなかった。ちなみに山名から勝率のタイトルを奪ったのは38歳にして元気すぎる倉林先輩。ホークスはあの頃の楽天を思い出させるような盤石投手陣でリーグを席巻だ。一方でロッテが7年連続の最下位。しかもとんでもない負けっぷりだった。
13年目、 WBC に日本のエースとして山名が登場。国内では圧倒する男は世界でも通用するか。山名の好投にバックも閉まる。キューバ相手に5回途中まで1安打。彼のボールは間違いなく世界に通用した。そしてこの投球に自信をつけた山名はシーズンで衝撃の数字をマークする。なんと 1.17 という驚異の防御率で18勝、投手4冠を受賞しているではないか。100年前の投手たちに肩を並べ、時空を超えた防御率と言われていた。入団時から期待はかなり高かったものの、こんな投球をすると誰が思っただろうか。200回で215奪三振、吉球は29、ほとんどランナーを出さずに投げ抜いていた。クオリティスタート率は 96% で、彼が出てくるだけで球場では今日も勝ったなというムードが漂う。彼のポテンシャルをすればようやく通算100勝と感じてしまうが、ここ数年は NPB の打者では手も足も出ない。そんな現役最強投手はポスティング申請でメジャー挑戦を表明した。もう日本には対戦したい打者はいない。 WBC での好投もあり、世界で戦える自信があった。さすがにこれだけの投手を NPB に留めておくわけにはいかない。ホークスは大エースとなった山名をメジャーリーグへと送り出した。果たして彼はどれだけの球を見せてくれるのか。サイドハンドの怪物は海を渡る。メジャー1年目、さすが日本が誇る最強投手だ。ローテで最後まで仕事を全うしてくれる。中4日、100球での登板でも崩れずに防御率 2.32 をマークしていた。打線の援護が少なかったものの、自慢のフォークは MLB でも消える魔球と絶賛される。前年の活躍に引き続き、メジャー2年目もかなり通用していると言っていい。ボールが合うのが NPB 時代よりもスライダーが大きく曲がるようになっている。32試合でローテを守り、172奪三振で12勝。これは手厳しい本場のファンたちも大喜びだ。ちなみに古巣のホークスを見てみると、カープでなんとかする森泉先輩が38歳ながら未だにエースを担っていた。メジャー3年目、34歳になり少しシーズンを戦う体力が落ちてしまったのか、25試合で147回3分の1と前年に比べると仕事量は減っているようだが、25登板で16勝8敗というのはすごい。ほぼ全試合で勝ちか負けがついている山名。イニングが減っても奪三振は減らないので、奪三振率はメジャーの中でもかなり上位だった。メジャー4年目、投球に衰えが見えてきて防御率も3点台に悪化してしまう。しかし9勝12敗と負け越すものの、ローテを守って174回3分の1を投げていた。衰えても35登板をしており、必死に長いシーズンに食らいつくベテランである。メジャー5年目、ここまで好投をしてきた山名だったが、このシーズンはまさかの成績に。防御率は5点台で打たれるシーンが目立ち、99回3分の2しか投げられなかった。それでも32登板をしているので中継ぎもしたか。ただそうなると9勝11敗しているのがなかなか謎だ。古巣のホークスでは森泉先輩が100回を投げて防御率2点台の好投。41歳になり中継ぎ投手として復活。山名よりも元気に投げていた。海を渡って早6年、昨年は衰えを感じたが、山名は多少若さを取り戻している。伝家の宝刀のフォークが少し鈍っていても、イニング以上の奪三振数は相変わらず。大きな貯金はなくても淡々と9勝し、メジャー通算は60勝を超えていた。7年目、38歳になった彼の現役引退報道が日本国内のファンのもとにも入ってきた。そして43歳の森泉先輩とともに NPB での殿堂入りが発表される。最終年は防御率 5.60 で精彩を欠いてしまう。しかし引退を決めつつも9勝したのはすごい。
さらに112奪三振で、武器のフォークは最後の最後まで強打者たちを手玉に取った。日本復帰待望論も聞こえてくるが、20年間の野球生活で気力を使い果たしたようだ。キャリア序盤は期待外れと思われたが、日本で105勝、メジャー通算72勝、海の向こうでも通用したと言っていい山名は、多くのファンの尊敬を集め、現役を引退していった。山名幸輝、高校最強投手として強豪ドライチでプロ入り、豊富なスタミナと伸びあるストレート、さらに魔球フォークを中心とした多彩な変化球でエースになること間違いなしと言われるが、なかなかローテに入ることはできなかった。だが腕を下げてサイドスローに転向すると、投手の階段を駆け上がっていき、多くの MVP、 沢村賞、衝撃の防御率 1.17 での投手4冠達成など、球界最強右腕に成長した。国際大会やメジャーでもしっかりと結果を残す。そんな彼は高すぎる期待をさらに上回った。最強のサイドスロー右腕だった。